の端をバラバラにします。筑波のあるね、日本庭園で癒されますね、こういう風な庭は。まあ毎朝鯉を見るのが楽しみになりそうな池ですよね。まだね、植物とかこういうところに植えれば、まあ素晴らしい景観になると思います。ご視聴ありがとうございました。